今日のトピックはですね、自分の無意識の思考パターンというのがあなたの人生をね全くもって形成してしまってるんですよね。あなたの思考癖っていうのが修正されない限りにおいては今まででの人生が永遠とと繰り返しちゃううっていうことにななるわけなんですよ。それでは無意識のレベルのあなたの思考パターンというのに気づく方法をですね今日は徹底的にお伝えをしていきたいというふうに思っております。 あなたの思考パターンというのは一体どんなふうに形成されどんなふうに人生に影響を与えているのか自分の無意識のパターンどれぐらい気づけるかってすごい大切なんですよねあなたの人生が延々と変えることができず現状をずるずると引きずったまま一生今の状態で終わらすのかそれとも本当の天命を生きて本当に無限に豊かを受け取るのかこの健在意識と無意識っていうのは 一体どれぐらいの違いがあるのかっていうことを理解していただきたいんですけれどもあなたは一生懸命私の話を聞いてメモを取ったり理解をしようとしてくださっていると思います。これが健在意識ですしかし健在意識というのは人生の影響力はわずか4%しかないってことなんですよ。残り96%を司っているのが無意識っちゅうことなわけなんですよ。ですから 無意識というのをどんな思考パターンしてんねんっていうのに気づいていただければ億を稼げるところに行けるっていうことなんですよ。じゃあ、この無意識の正体って一体何なんでしょうか無意識とは、あなたは今心臓動けっていうふうに心臓ちゃんに命令してますか心臓ちゃんに命令してないのにちゃんと動いてくれてますよね。 これも無意識なわけですよね。あなたが意識しないで自動的に気がつかないでやってしまっていることなわけです。この無意識の思考パターンに気づければめっちゃすごいことになるわけなんですよ。この無意識の設定が自動的に億万長者になれるところに設定されれば億万長者に無意識で 体が勝手にそこまであなたを連れてってくれるよっていうことになるってことなんですよ。まるで呼吸をするように心臓ちゃんがドクン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 全身に血流を流してくれるのと同じようにあなたを成功の道へとずーっと突き進めてくれたとしたらば、これすごいことになるのわかります だからこそ無意識でどんどん体が億万長者になってくれればそれが一番楽なわけですよ。ここにあなたを今日はお連れします。<laughs> まずあなた自身の体にたくさん無意識の思考パターンというのが身についております。 朝起きた瞬間に、まず無意識をしっかり設定し直すということがむちゃくちゃ大切なんです。あなたが何をすると億万長者に一気にいける無意識設定をすることができるのでしょうか。起きた瞬間に眠い そのまどろんでいる状態ですぐに宇宙儀式、未来瞑想、感謝瞑想をしていただくということなんです。一番いいのは宇宙儀式の中でビジュアライゼーションをしていただくということなんです。このビジュアライゼーションであなたが一番行きたい理想を過去の続きではない 自分の本当の理想の未来というのを描いていただいたとするとあなたは無意識にもう起きた瞬間に新しい自分として新たに設定をすることができるよっていうことなんです。朝起きたらばもうすぐにベッドの上布団の上であぐらを描いていただいて。 そして深呼吸をしてお手洗い行く前にですね、自分の理想を描いていただければいいんです。すべて奥のアイデアが向こうから来て、そしてたくさんの助けてくれる人がポンポンと現れて、そして自分自身の本当の天命が開花され、みんなから感謝されながら、 お金を本当にありがとうございました。どさっと振り込まれている。そして自分自身がいつも感謝されながら、喜んで人生を生きている。それに対して、ありがとうございますと、自分自身の大好きな守護神、守護霊、守護天使、ご先祖様に感謝をして、こんな人生が叶いました。ありがとうございますと、 これは1分から10分、どんな長さでも構いません。まどろんでいる間というのは無意識が一番空いています。脳波で言うと、起きている時のものすごい高く速い周波数と寝ている時の静かな、ゆっくりな周波数の間、アルファ波でやるのが 一番良い状態になりますので、一番体が設定されやすいですね。これをやっていただければ、過去の自分をパッツーンと終了させて、新たな億万長者の未来を設定することができるということなんです。もちろん、宇宙儀式までやっていただくことが一番理想ではあります。 宇宙儀式のやり方覚えてますでしょうか右手と左足、そして 左手と右足の指をね、こうやって絡めて、こうやってやっていただくと、足と手で無限大の状態を作ることができますから、それを第1チャクラ、永遠のチャクラから第、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8チャクラまでをね、ウィンウィンウィンとエネルギーを上げていただいて、そして9、10、 9、10ってね、9が宇宙の数字で、10がね、展開の10になりますから、10まで数えていただいた後に、ご自身のご住所とお名前を言って、大好きな神様の名前、ご自身のお母様のご先祖様、お父様のご先祖様、10億人のご先祖様に、この新たなあなたの億万長者の未来を発注することができるわけですよね。 ですので、こんな未来になりました。ありがとうございます。というふうにやっていただけたら、これであなたの未来は、やったその日からですよ。もうその瞬間からあなたは過去をパッツンと消すことができているよということなんです。これがなぜそんなに効果があるのかということなんですが、 脳の中というのはシナプスというものがずっと発火されています。で、このシナプスというのがどの脳の中の経路を取るのかということによって貧乏経路をずっと通っていると豊かな人生は引き寄せられないってことなわけですね。しかし、あなたの脳の中にも必ず豊かな億万長者の道というのがあります。ですから、あなたがこの 朝のまどろんでいる時間に自分のシナプスさんを新しい道にシフトさせていく。脳というのは山の中のヤブこぎ誰も通ったことがない道をね、ヤブをこうやって一生懸命どかして自分たちで道を作っていくということをやっているんですが、ヤブこぎと同じように今まで考えたことがない、 億万長者の理想の未来を描くようにしていただくと脳の中のジャングルの中にシナプスがやっと億万長者の道、獣道を作ることができるってことなんですよ。一回やった時にはまだ一回目しかシナプスが通っていないからたどたどしい道ってことになるわけですよ。ところがこれを何度も何度も繰り返していったとすると 獣道から和立ちができ、和立ちから舗装道路ができ、舗装道路を何度もまた通っていただくと、これが高速道路になり、高速道路も1レーンだったのが3レーン、4レーン、その億万長者の高速道路が何度,何度も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 やることによって切り替わってきて、 ちゃんと受け取れるようになるよということなんです。この方法で受け取れていないっていうのであれば、あなたの中に受け取れないというシナプスを作ってしまっているからだけなんですよね。自分の中でちゃんと受け取るっていうことを決めていただければ、絶対受け取れるっていう確かなものなんです。あなたの無意識の思考パターンをガシャン いつも強制的に切り替えていけば必ず理想の未来を生きることができるということなんです。ということで今日もね、あっという間の時間でございました。ぜひですね、今日お伝えさせていただいた内容、めちゃくちゃ大切ですので、いいねと今日の学びのコメントをですね、ご協力をお願いいたします。それでは皆様、Thank you guys for watching. では、see you tomorrow at 6 o'clock. Bye!